こんにちは、レンジです。お姉ちゃんバラの続きをやっていきます。今回はステージ2行ってみましょう。でね、いろいろ調べてちょっと分かったことがあります。ストーリー、わ、今回は読んでくれないの。ここは以前から閉鎖された病院。ここにもゾンビたちが現れたって聞いたから、急いで駆けつけてきたんだけど、中は動く死体だらけでもうひどいありさま。それにどこの扉も開かないし、どうやら閉じ込められちゃったみたいね。妹の手下どもの仕業のようだけど、まあいいわ。そいつぶっ倒して、ついでに今、妹の居場所も聞いてみようかしら。よし、行こう。あ、二刀流に見えるけど、これ。あれだね。刀の鞘か、あれ。あ、これ、汚れ回復ポイントだ。え、なに、あ、飛び道具で、ああ。こうね、コンビネーションがね、最初からできるみたい。あ、違うな。3段目で一回ニュートラルにしてから、ああ、ダメ。違う。どのタイミングだ？違う。ここ。1、2、3、4、5、6。6の後にも出るみたいなんだよね。で、最高9段。9段まで行くみたい。いやー、すごい。なにこれ。ああ、封鎖されてる。ID カード。ID カードで開くような扉には見えねえけどな。あ、違う。ああ。難しいね。で、この黄色いやつは、やっぱり経験値でした。で、赤いのは、暴走ゲージを上げる。それだけですね。で、ここら辺は無視してっていいんだろうな。これは非常口か。これは？ああ、ダメだ。よし、じゃあ、ごめんなすって。ごめんなすって。邪魔だ。邪魔だ。あ、ちなみに、アイテムは？あ、引き継いでるね。一面から。じゃあこっちを。あ、こっちも ID カード。同じとこか。じゃあこっちだね。はい、邪魔ですよ。メス投げてるのか。ここか。邪魔！よし、いけた。ここは？ここかな？よし。迷いの森みたいな感じかな。これは HP 回復のやつだね。あ、3つしか持てないから、使ってからの方が良かったか。あ、これ取るだけか。はい、行きまーす。じゃあ、この手前側か。あの缶？ここ何？何でもねえのか。よし、どんどん行こう。全滅させなきゃいけないとこは、一面の場合、あの、柵が出てきてたんで、多分柵が出ない限り倒さなくていいと思います。多分。危ない。手柄払っておきたい。よし。マジ？じゃあ誰か持ってんのか？ほんじゃあ、さっきのとこだろうね。さっきの、どこだろうな。ここで、片っ端から倒すしかねえか。とりあえずじゃあ、あれ？あれ？ちょっと待って。そっか、もう一つ部屋あると思ってたけど、なかった。いや、めんどくせえ。
いいね。看護婦さんをまず倒さないと。あ、やべ、すげえ動きが鈍ってた。よし、お、あー、この後続かないな。ダメ？あ、まだいた。そこ扉入っちゃいそうなんだよな。ほい、ほい、倒した。ダメ？ダメだね。じゃあ、その中か。ここの看護婦さん全員倒そう。ああ、ダメだ。危ない。この後、できないな。何今の？なんか今集中線がすごい出た。よし、全部倒した？ダメじゃん。ここには持ってるやつはいないってこと？あ、ここ倒したはずなのに。マジか。じゃあこの道中どっかにいるってこと？めんどくさいっす。あれ、ここにもドアある。見落としてた。この奥、ここかな。おわ、ここだよ。イベント発生してるもん。よし、いいね、いいね。まだいける、まだいける。いやい、よし、これで回復して女神像も使っとこう。よし、綺麗なお姉ちゃんに戻った。あ、やべ、抜けない。ああ、途中だと全部拭えないのか。よし、いや、すげえ減ってる HP。 よしよし、タイミング分かんなくなった。そんな長くいくのか。あそこもタイミング次第だな。まだ生きてるね。よし、 ID カード、やりました。ID カードは使うもんじゃなくて、勝手に開いたのね、あっちは。じゃあもうこいつらには用はない。アイテムあるかだけ見とくか。あった。なんか取った。じゃあここで、足速くなるアイテム使うか。速っ！超速い。邪魔。奥から行こうか。邪魔邪魔。すーげえ足速い。ここ。よし。ここには何があるんだ。
お、階段。じゃあ、こっから。え、地下は何だったんだろう。なんでもないね。もう無駄な殺生はしないことにした。でもこいつらもう死んでるか、すでに。よし。あれ？あ、こっち。今どっから来た？そっから来て、こっちね。手前から入っていきます。いや、入れるとこ多いね。危ない危ない。罠だった。よし。ここは何でもない。こっちかな？こっちだね。よし。ここは？あ、ここまた大きい部屋だね。ここにアイテムが。ない！よし。なんかあるかな？あ、なんもない。なん、あ、女神像。触っちゃった。女神像、HP 回復はしないんだね。汚れを払うだけだ。もう、俺はこのゲームの世界観についていけないよ。なんか、女神様を信仰してるのかな、この子は。あんまりそんな風には見えないけど。ん？医務室の鍵。この詰め込みすぎですよね。水着の姉ちゃんがカウボーイハットかぶってゾンビを日本刀で切る。やりすぎだよ。ここかなぁ。あ、なんかある。HP 回復アイテムだ。邪魔邪魔。他はなんもない。あ、やばい、やばいやばい、ぶっ倒れた。受け身とかは取れないみたいですね。やべ、高校音痴には辛いぜ。こっちかな、こっちで合ってる。はい、入ります。多分合ってるな。おこっち。あ、下に行く階段。あ、行ける。え？ここ来てないよね。こっちとこっちにある。ここから見よう。いや、ほんと迷うんだけど。よし、ここだ。間違いないです。あ、まだよし。やべ、汚れを払いたい。よし、今だ。なるほど、吹き飛ばしをやって払えばいいんだな。あー、ダメだ。あ、この方向キーを入れると技が出ちゃうから、今だ。あー、ダメ。下手くそだな。いいね、今のいいんじゃない？じゃ
玉。この頭もまだある状態だとメスな、お、撃ち落とせんのかい、メス。よし、来た。へー、多分あの集中線がいっぱい出るときが完璧なタイミングだよってことかな。よし、行きます。だいぶ返り血浴びたな。いや、こっちも気になるけど、行ってみる？あ、なるほどね。さっき開かなかったとこか。医務室は、一番大きいとこだったな。こっちか。いや、多い。ナースと患者がいるね。医者はいないか。なんかポスターが貼ってある。よし、ここです。よし。さて、ここには何がいる？うわぁ。いや、ナースばっかりめんどくせえ。しかもこの配置を。よし、とりあえず頭を吹っ飛ばさないと。よしよし、いいぞいいぞ。頭さえ吹っ飛んじゃえばもうメスは投げられない。え、嘘か、違うか。よし、危ない危ない。よし、吹っ飛べ吹っ飛べ。もうコンボしてる場合、うわ、場合じゃねえと思うこれ。いや、頭なくてもやるじゃん。違うか、今の投げたわけじゃないか。よし、そろそろいいだろう。わーし、来た。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。いいね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 。どんどん湧いてる。あー、払えない。よし、まだお前ジェイソンか。もうそろそろ。よし、よしよし。女神像。ID カード。あ、地下の ID カードね。地下は地下で別だったのか。よし、もうここはおさらばだ。どんどん湧くね。さあ、じゃあ地下行きましょう。よし、じゃあ地下までダッシュします。もう一つ属性があった。マフラー巻いてやがる。まあこれはあれかな、夏用のマフラーかな。なんかウエスタンに水着にマフラーにでゾンビ日本刀、もう数え役満だよ。よーし、ゴー。こっちかな？あ、違う。ん？こっちで合ってる？こっち病室？あ、合ってる合ってる合ってる。もう地下行けばボスでしょう。おそらく。よし、どんどん行くよ。一面のボスは弱かったからな。ここのボスも弱いことに期待しましょう。え、ボスじゃねえ。待って、今来たのは？今来たのは？そこの階段。で、ここどうせ行けないんでしょ？普
2つの手術室 ID パス。OK、右と左でな。いやー、ナース多すぎ。じゃあ、ここから見てっか。いや、まだボスじゃなかったとはね。アイテムチェックだけさして。ない。ズゴゴゴゴって、来て。来たー！よし。じゃあ、ここで ID 取ります。え？全然敵いないじゃん。ああ。よし。ああ、出てきた、出てきた。いやー、できなくなった。ほい。ほい、ほい、ほい。あ！ほい、ほい。難しい。はいはいはい。ああ。はいはいはい。はい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 。ええー、最後繋がってない。あ、間違った。間違ったー。ああ、取れない。お、まだ。メスを投げられるやつがいたとは。おい、しぶとい。は？よし。え、まだいる？うわ、マジか。はいはいはい。はいはいはい。あら。はい。はい。え、まだ？あ、いたいた。終わり？ええー、無限脇？6、7、8、9。これで終わりかな？ 1 に戻ったよ。払わして。よし。あ、まだいる。よし、やっと。これが2番目ね。オッケー。ただこっち側、まだ見ておきたいよね。あ、こっち。ここか。あ、ナイス。欲しいと思ってたとこなんだよ。今、強靭化すると。HP がね、回復アイテムも今ないから、あ、一個あるか。え、上行けんの？え、どういうこと？ああ、行けない。この建物の作りが全然分かってない、今。邪魔邪魔。お、意外と当たってない。ああ！じゃあ、あっち側だ。まあここだろうね。まずアイテムチェック。ない。ほ、頼む、ここで会ってくれ。よーし、ここだ。はい、行きます。
はい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 。うわすげえ。これが最終敵全員一人以外全員死んだ。今のがあれか、なんつったっけな、なんかつなげるとなんとかになるって書いてたんだよ説明書に。なんとか演武。なかなかできないね。重くなってくんだな、この血ついてくと。よいしょ。じゃあこの状態で。ああダメだ。できなくなった。早い。お、早い。いいね。じゃあ行きます。一回梅雨払いをして。よし。さすがにもうボスでしょう。やべ、迷った。こっちだ。ここだ。はい、使います。ボスだね。流れが変わった。うわぁ、早そう。え？妹？これ妹じゃない？違う？うわぁ！うわぁ！やべ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 ！パワージェムも使っちゃおう。あ、やべ、やべやべ。やべ、え、超強いんだけど。いや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 、めちゃんこ強い。やばい。よし。やばいやばい。あー、死ぬ死ぬ死ぬ。無理だ無理だ無理だ無理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 。やべ、あー死んだ。うわー、よしやり直します。はい、パワージェム。あ、あれ使ったの、使ってないことになるの、ラッキー。ちょ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 。よし、移動。いいねいいね。ああやべ。今こいつはノックバックしねえのかよ。あのデカブツはノックバックしてたのに。チャンスチャンスチャンス。やばいやばい。はぁ、あ。やぁずるい。ずるいこいつ。よし。パワージェムもう一個使おう。やばいやばい。力押しはやめた方がいい。はぁ、あ。チャンス。よし、今だ。よし、あー死ね死ね、ガキ。よし、よっしゃ、なんか取った。え、あ、終わり。あー疲れた。あー、コンビネーションあげよう。コンビネーションがこれで1になって、いや、どうすっかな。リーチ上げたい。コンビネーション全振りだとか言っておきながら。はい、こうします。はい。ステージ2。閉鎖病棟。
その1って書いてた今。クリアしました。はい、セーブ完了しました。ああ、やっぱりその1って書いてたか。ああ、閉鎖病棟その1が今のやつ。で、次は閉鎖病棟その2ね。いや、難しいんだけどこれ。一面のボスが簡単だから、見くびってた。二面のボスめっちゃ強かった。面もすごい難しいし、ちょっと気合い入れなきゃいけないですね。はい、頑張ります。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画はほぼ毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームの再生リストがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。